筑波サーキットのですね、雨の日、私がいつも気になっているのはね、白線が滑るかどうか、これ触ってみないとわからないので、特に最終コーナーのここ白線よっ、おー、結構やっぱり砂混じりの塗装を使ってますね。緑色の部分も砂混じりを使ってるので、まあ粗い路面ではないですけど、意外とくっついてはいます。いつもね、手で触りに来ないとわからないんですが、かなり砂混じりの塗装を使っているので、もう一つこっちか、ここもね、乗るかどうか迷うんだよね。スターティンググリッドのマークも、そしてこの黄色いマークも、いつも触ってみないと何とも言えない。筑波サーキットはまあこういう管理きちっとしているので、かなりしっかりと砂混じりの白線塗装を使ってますよね。そういった意味では、今でこそですね、そんなに気にせず、私もですね、白線乗りますが、しかしよっ、ピットロード上の白線、ピットロード上の白線はですね、すごい滑ります。ここには砂混じりの塗装を使っていないので、ピットロード上の白線は滑る。昔はね、結構コース上でも、滑る白線があったんでね、昔白線に、ウェット路面で白線に乗って転ぶっていうのがよくあったんで、特にね、S字コーナーの白線ね、どうしても一瞬乗りたいんですよ。私ちょっと一回見に行ってみようかな、S字コーナーが。こういう時じゃないとなかなか見られないんでね。ちょっと見てみようかな。S字の白線は、私もどうしてもね、ちょっと乗りたいんですよね。その時に、塗装新しくされたりすると、よくそこで転んじゃったりするんでね。今、筑波の S 字コーナーの白線に来ましたが、乗っていいかどうかの問題一つ。まず、あ、これはダメだ。これは滑るな。こっち側の白線には意外と砂混じりを使ってるんですが、この縁石は、ちょっと滑るな、やっぱりな。やっぱり縁石乗るのやめた。ここはですね、なかなかですね、自分で走りに、歩いて走りに来ないとわからないので、基本的には、雨の日は乗っていい白線、悪い白線、乗っていい縁石、ダメな縁石、筑波サーキットの中でも、もうちょっと砂混じりのね、要はね、塗装、砂混じりの塗装したての場合はですね、結構大丈夫な場合があるんですが、古くなってくると、だんだん滑りやすくなってきて、特に四輪が通るところなんかはね、すごい滑りやすくなるんで、私もですね、なるべく乗らないようにしてる。でもやっぱり手で触ってみないと、最終的にはね、わからないのがあるんで、そういうところはよく注意していただければいいんじゃないかなと思います。雨のサーキットの白線縁石、乗っていいか悪いか、そんなところをですね、ちょっと表現してみました。